全試合6年3ヶ月ぶりのシングル対決全土差グレイテスト60分一本勝負を行います。奥はライディアで186パウンスライオネスアスカー、奥は世界の女性210パウンスいよいよ第4試合です。全女ザ・グレーテストブル中野対ライオネス飛鳥の今コールにもありましたけれども6年3ヶ月ぶりというシングルマッチであります。60分一本勝負、さあライディンアレイを結成し最強キスですね、この飛鳥とブル、そして今やねもう世界の女帝その名を欲しいままにする、まさにその風格そして実力ともにですね世界を制したと言っていいこのブル中野、懐かしい感じがしますけど、ね、まずはビセゲリ2連発ブルを大の字にさせたこのアスカ、やっぱり前場の偉大なる足跡っていうのを見せてもらいたいですよね。なるほど、この2人には、まあ、それこそね前場イズムをですね、まあ、守ってきたこの2人ですから、はい、やっぱり、まあ、そういった試合が見れるとはね当然期待できるわけですけども、一応アスカとアスカ引退後はね、はい、やっぱりその低迷した前場を支えてきたのはブルですから、はい、なんかブルはもう秒殺で決めてやるなんて試合前言ってましたけど、そうですか。ブル様、世界の女帝が吠えたラリアット、そしてサンダーファイヤーパワーボムカウントは2。アスカ肘がなんか脱臼してるみたいですね、はいはい、ちょっとその肘を抑えている、パワーボム一発でちょっとひるんだか、ギロチン狙ってますよ、あーすごい、うわー強烈、世界の女帝は容赦ありません、非常なる攻め、フラッシュガルズで一時代を築いたあのライオネス飛鳥に対し非常